ナマステー。えっ、ー、と、このビデオは第7週の SOP のビデオの、えー、3本目のビデオになりますね。えー、ここでは、えー、Google スライドの SOP についてお話をしてみたいと思います。はい。えー、まずですね、えー、この SOP というのは昔はあの、こういう Google シー e とかですね、あるいは Excel、Microsoft の Excel とか、そういうもので作られていました。 でも最近はもう Google スライドとかですね。ま、あるいは PowerPoint とか、そういうもので作る人の方がずっと多いですね。はい。え、ま、どうしてかっていうと、えっと、Google スライドをですね、Google スライドで SOP を作ったら、その他にもう書類がいらないわけですね。はい。でもその Excel で作っても結局こういう Google スライドとか PowerPoint を作らなければいけないので、その手間が必要なくなるというわけです。 あと、このスピーカーノートっていうのは、スピーカーズノートね、ここの部分ですけど、えー、ここの部分に学習者に見せないメモを書くこともできます。えー、ただこれをですね、あの、Google スライドを学生に共有するときには、ここには、まあ、あの、学習者に見せないことは書かない方がいいですね。はい。あと、どのぐらい時間をかけるかとかね、そういうことも、こういう、あの、Google、えー、すいません、スピーカーズノートとかね、こういうところに書くことができます。 はい。でね、どうしてじゃあそういうものが必要なのかっていうと、あの、あの、Google スライドがね、必要なのかっていうと、教科書の他にですね、もうすごくたくさん必要なものがいるんですね。これは第4、第4課で必要なものとしてですね、あの、手引きに書いてあります。はい。あの、オフィシャルマニュアルですね。そこに書いてあるんですけど、こういうものを見せる必要があるわけです。第4課でね。はい。 だけど、こういうのも Google スライドに入れておけば管理がとても簡単です。はい。で、こういうものの他に SOP に書いておくこととしてはですね、えー、授業中に教科書を見せるかどうか、それからここに、ね、例が例えばありますよね、こういうあの練習のね、この例のところは先生が読むか、それとも学生が読むか、えー、あるいは例を読むときに英語などで意味を確認するか、意味を説明するかどうかとかね、あとあの、 こういう練習、こちらの1番から4番までが練習ですけど、この練習をするときに、コーラスって言ってみんなで言うんですね、一緒に。えー、コーラスにするか、あるいは指名、一人一人、えー、なんとかさん、次なんとかさん、そしてなんとかさん、えー、こういうふうに、えー、一人一人言ってもらうか、あるいはペア練習って言ってね、あの、二人で、えー、ペアを作って練習する、えー、そういう方法にするかとか、えー、こういうことも、あの、この SOP に書かなければなりません。 でね、あの、コーラスじゃなくて、指名をするとしても、えー、全員が練習するのか、それとも教科書の例文の数だけで終わるか、これも考えておいた方がいいです。例えば、えー、ここは練習が4つしかありませんね。1、2、3、4ってね。だけど、クラスで、例えば、10人とか、そういうクラスの時に、えー、ここまで4つ目が終わった時に、じゃあ5番目の学生に、もう1回郵便局、6番目の学生にデパート、こういうふうに、えー、続けるのか、 それとももう一回、一、あの、よあの、つまり、四回だけね、この練習をしたらそれで終わりにするかとか、そういうことも考えておいた方がいいと思いますね。はい。で、これ前にも言いましたけど、イラストとか写真を使うときには著作権に注意してほしいと思います。私がおすすめしているのはこのピクサベイっていうやつと、もう一つこのパクタソっというものですね。はい。はい。えっ、ー、と、次のビデオでは、 じゃあ、評価ね、テストをしたりするときには、えー、どうすればいいのか、どういうその SOP を作るのか、そういうことを次のビデオでお話ししたいと思います。フィルムレンゲー。